今井俊介のハラレディオというわけでですね、本日のゲストなんですけども、ハラレディオはね、意外と727回やってるんですけど、もうちょっと早く、今日のゲストの方には来ていただいてもよかったんじゃないかなっていうような感じはしてますけども、佐々木治さんです。どうもこんばんは、佐々木治です。こんばんはということで、佐々木治さんですって言うと僕、はい、あんまりピンとこない世代なんですよ。はいはい、世代やっぱり、はい、ムンチャイルドのボーカルですっていうイメージがものすごく強くて、はいはい、そうですよね。ちょうどムンチャイルドの時の、うん、ギターサポートのギターでしたっけ、秋山さんは。いや、もともとサポーターだったんですけど、正式メンバーに入って、メンバーになった。その、はい、秋山さんが僕結構知り合いで、そうなんですね。秋山さんが手伝ってくれていたソロボーカリストの浅田恭也というのが、うんうん、佐々木さんもご存知と。あ、そうですね、いうことで昔 エイベックスにいたんで。そうですね、はい、その浅田恭也は僕とためなんで、ということはイコール佐々木さんは僕の先輩でもあるということで、ね、まあ、年齢的に言うと2個上なんですね、学年で言うと。この落ち着きぶりのね、お話しぶりから、全然僕より年上かと思ってた。そんなことないです。大先輩ですよ。で、はい、佐々木治さんっていうのは、はい、逆に、なんて呼ばれることが多いんですか？佐々木さんですか？治さんですか？な？まあ、友達にはね、治、はいはい、とか。じゃ、僕は治って呼べないじゃないですか。佐々木さんが多いんですかね。佐々木さんが多いですかね。はい、大丈夫ですよ。はい、それで、まあ、佐々木さん初めて来てくれたわけなんですけれども、はい、結局、やっぱりこう、シンガーソングライターでいらっしゃって、はい、ムチャイルド終わった後もずっとソロ活動されていて、で、はい、今回、7月4日に、はい、アルバムリリースを。そうなんですよ、ニューアルバムを出しましたね。普通これトークの流れからいくとね、いろいろこう触りがあって、はい、ある程度のところ来たらこのアルバムの話するんですけど、はい、僕のラジオ番組はですね、はい、これ727週間やってるってこと、727回目なんですよ、この番組。すごいっすね。もうずっと毎週金曜日のこの9時、うんね、うん、もう何が起こってももうこの番組だけはずっと続けさせていただいてですね。素晴らしいです。で、僕それ考えたらね、うん、たくさんのミュージシャンの方来てくれたんですけど、うん、音楽の話ほとんどしないんですよ、はい、この番組。そうなんですか。はい、多分ミュージシャンの方々が来てくれると、はい、まあ、みんなプロモーションで来られる方多いんですけども、はい、僕もそういう時代あったんですけど、はいはい、そんな番組ってね全然おもろないなと思うタイプがあったんで、一応プロモーションで来たんですけど、で他の番組とかね、はい、いろいろなところではもうそういうなんかありきたりのアルバムの話を掘り下げてなんか聞くとかあるんですけど、はい、今日僕ね、佐々木さんにはもういろいろ違うことも、僕なりの、はい、僕は佐々木さんって言ったらもう逆にテレビの中の人っていうイメージで、僕のデビューする前でちょうど大ヒットしましたエスケープが、エスケープね、だいたい97年だったと思うんですよ。そうですね、はい、ね、で、僕98年デビューして、デビュー前、まだまだ全然アマチュアだった頃に、もうテレビをつければあのミュージックビデオが流れてる時代だったじゃないですか。はい、そうですね、モノクロの。で、今日僕、佐々木さん、自分の先輩ですし、なんかいろいろ聞いてもですね、なんかカチンと来られても困るな思ったから、あらかじめ、今日佐々木さん、私何聞いてもよろしいですか、何を言ってもいいですかって、OK もらってるんですよ、今日。何を聞かれても。何を大丈夫ですよって言って、で、何でもいいんですね。何でも答えも。僕ね、もうずっとここまでずっと詰まってたものが、はい、長年ずっと思ってたことがあって、何ですか、もうそれ聞いてみようかなと思うんですけど、いいですか。はい、はい、はい、怖いけど。佐々木さん、女性好きですか。女性？あ、はい。あ、何聞かれると思って。あっちの方に見えます。いや、僕ね、はい、最初そのエスケープのそのミュージックビデオを見て、はい、見た時に、はい、このボーカルの人くね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 してるなと思って、本当だ思ってファンの人が受けてる。いや、ほんでね、ほんで、いや、僕そういうイメージで、はい、で、うわ、なんか僕も歌ってましたから、はいはい、このボーカルの人みたいな味だけは絶対出されへんなと思って。まあ、そうですよね、僕も、ね、あれなん、でもね、僕多分ね、うん、ミック・ジャガーに影響を受けて、ああなっちゃったっていうか、そっちか。でも江頭2時50分さんに似てるねって言われて、いやいや、それは全然思わなかったです。思わなかったですか。それよりも、はい、中性的、むしろそっちの世界の人なんかな思ってて、これを僕ラジオで聞いてええもんかな。でもただ僕ね、はい、もうこれもずっと
と思ってたことなんで、はい、もしほんまやったら、いや、そっちも両方ですよとか言ってもらってもいいんですか？じゃあ両方ですよ。嘘嘘嘘。いや、でも本当そう、ね、居酒屋でバイト。言われたこととかなかったですか？いっぱいあります、いっぱいあります。よかった、はい、僕もね、デビューのなんか20代ですよ、20代前半だった時に、はい、いやどうなんやろうみたい ね、その当時はまだまいや佐々木さんそうじゃなかったですからそうじゃないですよ、うん、ずっとねその疑問があってもうそれ聞かへんかったら俺この番組始められへんわと思って、はい、よかった大丈夫でした気になっててそんな京屋に聞けよいう話なんですけどいや京屋も知りませんこの事実は内緒持ってるかもしれないですよあのプロモーションビデオがそれぐらいもうインパクトがあったんですよもうしょっちゅう流れてましたもんねそうですよねなんかマイク持つ手がこういう感じですよねなんかこうそうでええー、思ってバンドなんかなとかソロプロジェクトなんかなとかいやバンドですね、はい、そういうイメージがすごくあったんではいなんかこうスーッとしましたあ本当ですかよかったすっきりした僕ね先週からゲストで佐々木さん来てくれるって言ったから、はい、もうこのことも先週からずっと聞いてずっと聞こうと思ってたんですか聞かなあかんわと思っていやでねえ、はい、大丈夫ですよあ、ま、安心してください、ま、いやいやそれはもう分かりましたけどね今日もね外に来られてる方も圧倒的に男性は数えるほどでも女性のファンの方がもう圧倒的に多いわけですもんねこんな感じで僕初対面でもガンガン聞いていくんで、はい、メールとかこんなん普段聞いてください佐々木さん普段聞けないですよという人だったら携帯電話でもね今からどんどんメール送ってほしいんですけど、はい、メールアドレスは info@792fm.com info@792fm.com こちらの方にですね、本日のゲスト佐々木修さんにですね、こんなこと聞いてほしいあんなこと聞いてほしいというようなことがあったらですねぜひ長文は読みませんよ長文はもう読むに疲れるんで、はい、もう担当直入にこれ何々ゆうすけさんこれ聞いて今井さんこれ聞いてみたいな、はい、そんなのあると、生放送ですのでライブ感どんどん聞いてくださいそして今日はですね目の前の佐々木さんですけども、はい、ギターを抱えてくれてるんですよ、ね、なんかファッションの一部みたいでねなんか聞くところによるともういつも僕はギター持ってるよってもうファッションの一部なんだよってそうあえて今日は別に歌うわけでもないけどねそうだよ歌わないんだ歌わんのかいってやついやいや歌ってもらいますよ歌ってもらいますよ本当に、はい、さっきもねちょっと楽屋っていうかね楽屋っていう控え室が隣の部屋にあるんですけども、はい、ガラス一枚なんですよちょっと発声出したでしょちょっと僕ね放送事故かな思ってねムタさんと二人で一瞬止まりましたよねなんか声がボーン通るから僕の声も大概でかい言われるんですけど僕の声がパッと止まりましたもんねえと思ってであまずいと思って僕もやめます気づきました気づきました相当入ってますあですよねマジっすか入っちゃいましたいやいやうわーって声がやばいやいやでもそういうことで、ね、言ってもらったんですけどいやでもよかった、はい、でも普段ははいラジオやられたりとかいろいろな経験もたくさんおありなんですけれどもはいライブとかでも MC とかでもよう喋る方ですか？全然喋り拙い方なんですけど、はい、よく喋る方です多分よく喋る方なんですねそうみたいですよ、はい、それはもうバンドの時からですかずっとですかなんかもう脱線してどん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 取り留めもなくオチもなくっていう関西人を一番困らせるパターンはい、ちなみに佐々木さんどちらのご出身僕はね岩手の盛岡っていうところですはい北国なんだよ、うん、なるほどなるほど関西人を困らせる困らせるようなトークを困らないですか大丈夫ですか関西人を困らせるトークって僕初めて聞きました本当ですか聞きましたけどそうなんじゃないかなって内心思ってていえいえそんなことないそんなことないです初対面っていうのは本当にどういう方なんだろうとか思いながら、はい、ゲストさんで初めて来られる時はずっとこういう形で言うんですけども、うんうん僕も数多く番組やって編み出したことが、はい相手を探る前に自分が貫き通すこれが一番楽なんですよ。おお、貫くとは、自分が自分のスタイルでずっと息通す、うんうん、相手をこう探りながら聞くとなんか自分がすごく不安定になってしまうんで、なるほどだから私なんかよく言われるのはよく喋りますね。うん、どの子ですごいこう話の回し方うまいですね。そんなことないんです。逆に言うと相手の方がどういう方なんだろう、うん、どういう風に合わせていこうと思ってるだけでなんか自分のリズムがすごく狂っていくんで、だから今日も佐々木さんってどんな方なんやろうとかなんかボソボソっとしか喋らへん人なんやろうかとかね。いやでも声ボソボソしてますよね。いやいや歌うと割と通るんですけどね。そんなことないです。ちなみに、はい、普段何して遊んでらっしゃるんですか。
遊ぶ、はい、いやハマって最近ハマってることですけど、あの縛りは音楽以外で答えてください、ね、以外で、はい、うわ音楽以外の趣味がね、はい、まあ、飲酒ぐらいですかね。あ、お酒ですか。はい、お酒は何を。ビールが多いですけど。ビールっすか。あ、でもビールからまあ焼酎行って、はい、あ、でも驚いたのがなんかね、関西の方で、はい、あのレモンサワー頼むとすごい甘いのが出てくるん、はい、あれなんで、なん、え、飲みません。レモンサワー飲みますけど、何なんですかその甘いの。どこのお店に行ってもなんかすごい甘い、なんかレモンサワーが来るので、はい、あ、逆に言うと、はい、僕らはそれが普通だと思ってるけれども、うん、もっとキレがあるさっぱりしたものを想像されてるってことなんですかね。都内で飲んでると全然あの酸っぱいぐらいのレモンサワー。確かにちょっと違うのかな。僕一番最初にそれに驚きましたもん。あとホッピーをあんまりしてる人がいないですよね。ホッピーはね、僕もこっちに出てきてから、ね、だって僕あの新神戸、あ、じゃあ神戸の、あ、佐野宮だ、めっちゃ酒好きです。いやいや、あのライブの合間に串焼き屋行ってたら、なんか隣にいたなんか、ね、はい、カップルがホッピーを頼んで、はい、で男の人が、はい、あの中の焼酎だけを飲んでて、はい、女の人がホッピーの外だけを飲んでて、これでいいのかなって言って、そういうことか。瓶をなんかこう飲んでて、でお店の人に聞くんですけど、うん、お店の人もなんか飲み方ちょっと分かりませんって言って、えーと思って、僕よっぽど教えてあげようかと思ったけど、教えてあげてください。教えませんでした。それね、やっぱりね、はい、関西の人は教えますね。ですよね、絶対教えます。なんで教えます。ちゃうよちゃうよって、ね、もう気になってしゃあないもん。 そうなんだったらずっとツイートしてました。面白いカップがいるって面白い。それいやいや、私もお酒好きなんでね、何かご縁がありましたら、ぜひぜひ、あの、ぜひ飲みに行きましょうよ。よろしくお願いします。めっちゃ強そうですね。いやいやいや、もう最近弱くて、本当に。テンションは変わらない感じですか？陽気になるタイプ。あの、さらに陽気になりますよ。眠たくとかなるんですか？ああ、なるなる。もうすでにもうね、眠そうだと思われてる。僕も40過ぎてから、はい、もうやったら飲みに行っても寝てしまうんですよ。わかりますわかります。後輩とか連れて行ってても、はい、後輩とかバーッと楽しんでるんですよ、うんうん、もう眠なって勝てないですよね。もう眠さに寝てしまうんですよ。わ、うん、ね、かりますよ、わかります。なんか結構なんか家で飲むと安心します、はい、いつでも寝れる。家飲みが多いですか、外飲みですか。外はあんまり行かないですね。ぜひ外行きましょう。ぜひ。そうですよね。はい、いつ寝てもいいように。そんな佐々木さんですけども、はい、本題に入りますが、はい、アルバムリリースされたということで。あ、そうなんですよ。ここで触れます、はい、7月4日リリースしたばかりということで、うん、まずはやっぱり曲を聴いていただきたいなというふうに思いますので、はい、1曲ご紹介お願いします。じゃあいいですか、佐々木治で Baby Baby。 Yeah、止める一度で二度おいしい君の口癖で、天真爛漫なのにどこか憂いてる。セクシー休憩も朝から晩までワーキングアウト、切れちゃうほどにどんくさい叱られたり、時には息を飲むほど冴えていたり、バランス悪くヒヤヒヤしちゃう。
高く上げる視線ひとりじめブラインドたちのワーキングガール勢い余ってカピひっくり返して書類はコーヒーの海で染まってゆく仕事の時は決断力あるのに自分のことになるといつもしだろばだろだねゼロか百答えは一つじゃないよあんた99がですね初出演ですね、佐々木おさみさんお迎えしてお送りしておりますが早速ですがメールが来ておりますラジオネーム、はい、ガッキー貴子さんですガッキーから来てるはい今井さんこんばんは、今夜は佐々木おさみさんがゲストですねそうです今から楽しみです、あさっての、レコ発バンドワンマンライブそうなんですよどんなおさみさんに会えるのかワクワクしてますおさみさんに質問です前にリスナーの前で、うん、アモーレを歌った時に、はい、反応的な歌詞に慣れてなくて恥ずかしいとおっしゃってましたがもう慣れましたか、はい、そんなおさむさんめっちゃ可愛いですということでそういうキャラで思われてるんですかおさむさん可愛いとかでそういう感じなんですか皆さんからするとそうなんですか笑われてます今日来てくれてる人はちょっと半分首かしげてますけどなんか年を追うごとになんか、はい、だんだん可愛いって言われるいうのが多くなってきたなちょっとおじいちゃん化してるんですかねわかんないですあれですねなんかこうほんわかしてますよ僕が言うのも年下の僕が言うのもなんですけど、ね、なんかねほんわかしちゃうんですよねどうすればいいんだろう本当はロックミュージシャンだとねもっと鋭く生きてるんですけどでも毎晩あれですよね行かれてるんですよねそうですね、はい、目は座ってるんですけどねいやそんな佐々木さんですけども、はいファーストアルバム7月4日に、はい4枚目のアルバムをリリースされてですね、はいレコ発ライブとかありますね7月のね15日日曜日ですね、はい、もうすぐなんですけども吉祥寺のロックジョイント GB というところで、夕方6時半オープンで夕方7時スタートすげえたど楽しい夕方7時ですか夜の7時夜の7時ねはいどこまでが夕方か確かに分かんないですよねちなみにパッと言われたら何時までですか夕方はえ5時いや5時ですね僕一緒でした一緒でした本当もう6時言ったらもう夜かなと思うああですよねなんだ正常じゃんもう一回場所言ってくださいですね、7月の15日日曜日、はい場所は、吉祥寺のロックジョイント GB、ねはい、そして時間はですね18時半いきなり変えてきた18時30分にオープンそしてスタートがその1時間後じゃなくて30分後のね19時ねみんな多分覚えてないんでホームページチェックしてもらいます今のじゃ7時言うたな18時言うたな本当だみんなタイムラグありますよ夜の6時30分からで夜の7時には歌い出すからねみんな来てねそうですね、吉祥寺ですよ、はい、そうですよなぜ吉祥寺に行ってくださいそうですはい、はい、行きましょうそんな感じですけども、はい、早速ですけど無駄さんね、うん、やっぱり生演奏聞きたいですよねはいそうなんだ僕も贅沢でございますが目の前で聞かせていただきますがちょっと、ね緊張ですよもうここからもうライブだと思って、はいスコーンと BG 落としますので、好きなタイミングで MC もつけて、え、そうなんですか？いただけると、お願いします。本当ですか？佐々木治で、生ライブです。どうもみんなこんばんは、佐々木治だよ。今日はね、みんなが知ってる、唯一みんなが知ってるナンバーをね、やろうと思うんだけど、エスケープっていうナンバーなんだけど、ちょっと今日はね、B メロから歌おうと思うんだ。いいかな？もう誰も、癒せない
傷跡に降り注ぐ雨、そう君と秘密を分け合うようにずっと孤独を抱いてくれ。 傷跡に降り注ぐ雨、そう君と秘密を分け合うようにずっと孤独を抱いてくれ。遥かの太陽、あこの胸に熱く輝きながら始め、この愛が君を抱きしめて、 Love you, 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 離さない。皆さん聞きました、生で。落ちちゃった。びっくりこれです、僕があの20代の頃に、ミック・ジャガーだったんですね、うん、そうなんですよ、ね、言われるとね、言われると、うん、本当ですか、全然わからなかった。こうやりながらしていやー、ただやっぱり強烈やったもんね。いやありがとうございます。イエーイ。やっぱりあのラジオでの生演奏ってやっぱりいいですよね。ね、いいです、いいです。何よりもの説得力がありま す、うんうん、じゃあ2曲目は、うん、そうですよね、どうなんだ。いや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 、ね、用意してある、もうネタがないんだ。いやいやいや、そんな佐々木さんでございますけれども、はい、レコ初ライブがございます、ね、日曜日にあります。もう一回言います、はい、7月15日です。そうですね、日曜日、吉祥寺です。そうですよ、6時半に集まって7時から歌い出すんですね。そうなんですよ。もう7時からもう始まっちゃうから、ね、はい、遅刻しないよね、場所がもう一度、ロックジョイント GB ってとこです。それはあの吉祥寺の駅を降りて歩いていけるぐらいの距離なんでしょうか。東急のね、はい、裏です。あ、東急の裏、じゃあもう吉祥寺の駅から歩いて、そうですね、もう行きますね、5分以内に着くんだ、はい、詳しくはですね、ホームページの方からも調べていただいて、はい、そうですね、何よりもあの行き先の間違いのないように、はい、時間もチェックしていただいてですね、はい、足を運んでいただきたいなというふうに思いますが、はい、ぜひぜひ、聞くところによるとこのアルバムももうほぼもうね、はい、あの、はい、自分が全部セルフプロデュースで、そうですね、はい、もう編曲からもうどういうプランで練って、あのスタジオを抑えるのかね、うん、秋山さんもちょっと入って、秋山さんがねかなり今回協力してくれたので、うん、なるほど、はい、秋山さんはね、僕は本当こう長いもう昔からの知り合いで、そうですね、秋山さんって何話すんですか、はい、僕ほとんど話したことなくて。そうなんですか。いや、その音楽の話とかギターよく教わってたんで、あ、どうやって弾くのこれみたいな話はするんですけど、あんまプライベートでしょ。めっちゃうまいっすよね。めっちゃうまいんですよ、ね、うん、だからもうそれしか僕興味がなくて。彼がもうこの話やめといた方がいいよ。あ、そうか。いや、でも秋山さんはどう、ね、普段どんなこと喋んのって言ったら、確かにおっしゃってる通りギターで喋ってます、うん、あ、そうなんですか。やっぱりそういう感じです。そういう感じだ。はいはい、うん、なんか一回釣りにハマってた時はあったんですけど、あ、それもなんか聞いたことありますけど、ね、一緒にいたことない。でも連れてってもらったことないです、僕も、うん、ラジオネームたこ焼きさんから来ました。そうそう、こういうの、こういうの、ね、たこ焼きさん、一番好きな酒のつまみは何ですか。甘いものの中で一番好きなものは何ですか。うん、
好きかなって自分の地元の地ビールに言っちゃったけど。いいですよね、はい、いいですよね、美味しいですね、はい、うん、僕もあのビールが最初に当たったんだけど、年を重ねるごとにビールの好みも変わってきますね。あ、最初はなんかこう、うん、スーパードライみたいな、はい、スカッとするよね、スカッと辛口、どちらかというと、うん、キレのいい、うん、喉渇いたガー一杯目っていうものから、うん、なんかこう味の深いものが好きになってきますね。だんだんね、地ビール、それは、はい、岩手のビールなんですか。そうですね、はい、はい、それはもう島内にも売ってるビールですか。島内にも最近は銀座に行けば売ってるよね。そりゃそうか、なかなかビール買いに銀座行きませんからね。そうですよね。売ってんのかな。銀河プラザ、あ、やっぱ物産展、銀座、ね、銀座まで行かないと手に入んないんだ。ちょっとなまっちゃった、ごめんなさい。めっちゃおもろいじゃないですか。全然、いやいや、本当、どんどん素のところがこうね出ちゃって恥ずかしいですね。今日はですね、はい、初めてあのラジオ遊びに来てくれたわけですけども、うん、あの歯ブラシを、はい、持ってきてもらってるんです、はい、私のラジオはあのゲストの方々に歯ブラシをねこういうふうに持ってきていただくんですけども、その理由はですね、多分ね、うん、最初はね歯ブラシこの番組出るとき持ってきてねって言って言われて、うん、あのスタッフの方からお願いされて多分持ってきてくれたと思うんですけども、はい、実はですね、うん、私あのこういうふうに夜はラジオの司会をしてますけど、昼間あの歯医者さんとして、ね、歯科医として働いてるんですよ。お名刺いただいてびっくりしました。歯医者だ。あ、そうなんですよ。で、あのひょんなことがきっかけにね、うん、15年ほど前から、うん、フィリピンのスラム街の方に、うん、年に、2度ほど、はい、行きまして、うん、貧困地区、最貧困層、極貧困層 の、 あの歯ブラシ1本買えない、うん、子供たちのところに、うん、無償の歯科診療に出かけてるんですけども、歯ブラシ1本買えなくて、うん、それはなぜかというと、歯ブラシ1本がだいたいお米2キロに相当する価値があるんですよ。いや、お米が安いっていうのもあるんです、もちろん、はい、でも歯ブラシを買わずに今日食べるものもままならない子供たちっていうのは、うん、やっぱりもうお金があれば歯ブラシなんか買わないですよね。そうですよね。でやっぱり虫歯になったり、うん、空腹を満たすために、うん、昔の昭和の駄菓子屋で売ってたような甘い甘いお菓子があるんですよね、はい、あれ糖分って空腹を満たすん で、 あ、 そうですよね、そういったお菓子ばっかり食べてるんで、お口の中はやっぱり結構崩壊状態にあって、なるほど、それでもう虫歯を理由にね、うん、歯を抜くことしかできないと、わおいうようなことで、わおって言っちゃダメだ。でまあ、 あの命を落とす子供たちもいる中で、うん、こんなことをやり続けてても意味がない、だとするならば予防に勝る治療はないから、ね、ね、うん、歯ブラシを届けようっていう運動を始めまして、うん、ちょうどこのラジオが始まって、当初はですね100本200本という歯ブラシ集めるのと大変だったんですけど、うん、今はもう数万本の歯ブラシが年間に集まるようになりまして、うん、ぜひ今後もですね佐々木さん協力していただけると、ぜひぜひツアーとかに行かれた時ホテルのね、はい、あれ使い捨ての歯ブラシ使わないで持って帰っていただけると、うん、皆さんもぜひ何かあったら協力していただいて、ね、ライブにぜひ佐々木さん届けていただいて、佐々木さんスタッフでもいいんで集めていただいて、はい、そしてまたこのラジオに遊びに来ていただく、そう、ね、そのパターンで、そのパターンでよかったら協力していただきたいなというふうに思います。ぜひぜひ、はい、最後にファンの皆さんにメッセージをお願いします、はい、そうですね、僕が作ったね、ニューアルバムハッピーボックス、本当によくねできたなと思って安堵してますけど、もういろんな人にね、より多くの人に聴いていただきたい、そんなアルバムになってますので、ぜひぜひ皆さん手に取って聴いて、そして気に入ったら僕のライブに遊びに来てください。待ってます。イエイ。ぜひですね CD はもう買うてくださいね、みんなね。今配信台いろいろあるんですけど、ジャケットから歌詞カードから全部こだわってますもんね、ね、はい、このジャケットがね、ムンチャレのベースの渡辺くんがデザインされてて、ぜひ皆さん手に取って、はい、体操座りで聞いてください。そうですよ、はい、この後は DJ タカさんのスーパーマジックトーク、そしてその後はですね、LINE ミュージックレディオの方で、お楽しみください。本日のゲストは佐々木修さんでした。それじゃあまた来週、じゃね、どうもありがとうございました。バイバイ。